こんにちは。今回はこちら3色を引き揃えてバッグを編んでいこうと思います。こちらがダイソーで購入しているリサイクルコットン 100% ソフトブラウンですね。こちらが綿 100% 50g 120m 入っています。かぎ針が5号ですね。あ、違う、6号で、こういうのこちらと、こちらもダイソーで購入している、レースヤンミモザイエローですね。20番で、綿 100% レース針0号から6号ですね。で、こういうのを使っていきます。で、こちらが多分ね、ケイトピエロで購入した糸なんですけど、こちら、スタンダード極細ポリエステル 100% 50g 根巻き、まあ、ちょっと使ってるんですけどね。で、440m 入っています。かぎ針が1号から2号になってます。色番が、5401ですね。こちらこういう風に取って、で、こちらは外から、これは中から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで3本を取り出して、で、8号で編んでいってみようと思います。で、まあ、ちょっとね、使いかけがあったのでこちらから使っていきます。で、輪を作って連続で編んでいこうと思います。こうやって輪の中に針を入れて引き出してきて、鎖編み1つで、この輪の中に細編みを6個で始めていきます。こうやって輪の中に細編みを1、2、可愛くなりそうですね。3、これで6個細編み編んでいきます。こんな感じで6個細編みを入れてきたら、この中心部分をこう引き締めます。グッと締めて、で、今回はこのまんま同じ方向で、で、最初の細編みの頭、向こう側半目と裏のポチッとしてるとこ取って、で、糸を巻き込んで、ある限り巻き込んで編んでいこうと思います。ここで引き出してきて、細編みを同じところに2つ、で、今回は引き抜き立ち上がりなしで進めていこうと思います。これで同じところに細編み2つしたら、1つ目のところにマーカーをつけていきます。で、向こう半目、で、裏のポチッとしてるとこ取って、糸を巻き込んで同じところに細編みを2つ。1、2。で、向こう半目、同じように2段目の増やし方で増やしていきます。糸を巻き込んで同じところに細編みを2つ、これでずっと円を増やしていこうと思います。こんな感じで最後の方まで編んできて、向こう半目、裏のポジットしているとこ取って、最後も同じように同じところに細編み2つで終わります。1、2で、2つしたら最初の細編みの頭、ここなのでマーカーつけてるところで、また引き抜き立ち上がりなしでしていくので、向こう半目と裏のポチッとしてるとこ取って、まあ、もうちょっとあるから巻き込もうかな。巻き込んで3段目の増やし方、同じところに細編み2つっていう感じで、こんな感じでずっと増やしていきます。で、円の増やし方は別で取っているので、そちら見ていただくといいかなと思います。その編み方で、増やし方で増やしていきます。ここでもう外しますね。で、1つ、次のところに同じところに細編み2つっていう感じで広げていきます。で、何段増やしましたっていう感じでお伝えしていきます。はい、こんな感じで底を広げてきました。で、今回は何段なんだかというと、ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 段編んできてます。で、一番最後は増し目 1,2,3,4,51つずつ13細編みを入れて、まあ、筋を残して細編みを入れて、で、増し目13筋を残して細編みを編んで、増し目の段で終わってます。で、ここで、まあ、どれぐらいのサイズか測って進めていきます。大体なんですけど、大体20センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。で、ここから、まあ、柄を編んでいってもいいと思うんですけど、糸に特徴があって、このまましていくとすごく可愛いかなと思うので、ここからも引き抜き立ち上がりなしでこ
この向こう半目、裏のパチッとしてるとこ取って、ここからは増し目なしで編んでいこうと思います。まあ、数えなくていいので、すごく楽かなと思います。これで針を入れて、細編み。で、一つ目のところは必ず、こうマーカーをつけて進めていこうと思います。向こう半目、裏のポチッとしてるとこ取って、細編み。手前の筋を残して、ずっと編んでいきます。で、ここから、側面ということで、横にマーカーをつけて、まあ、何個か編んでから、こう横にマーカーをつけて進めていこうと思います。で、何段側面編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい。こんな感じで編んできていて、で、この柄のままずっと側面、深さ編んでいこうと思ってたんですけど、ここでちょっと変えていこうと思うんですね。で、今一番最後のこの引き抜きのところで終わってます。で、1、2、3、4、5。5段筋を残して細編みを編んできていて、で、ここでね、まあこのセットで、この3本セットでこの後も使っていこうと思うんですけど、1段、2段、3段 ?3 段細編みで、このリサイクルコットンベージュだけで編んでいこうと思っていて、新たにこう糸を出してきて、で、ここで、この使わなくなる糸、この、黄土色、これと、ゴールド。これと、今足した糸を置いて、で、ここで、このベージュとベージュに変えます。一番最後、ここで引き抜いて、まあ、このままでね、編んでいっても可愛いんですけどね。で、ここで、全部巻き込みます。巻き込んで、引き抜き。で、立ち上がりを一つして、で、根元から、同じ方向で、細編みを一つずつ編んでいきます。で、次のところも、この糸は使うので、持ち上げていってもいいですね。これで、細編み。これで、向こう側に、もう一回持っていって。で、ここで、次のところに針を入れて、で、糸は巻き込んでいこうと思うので、このベージュは。ここで一つに対して一つ、ずれたんでいこうと思います。こういう風に。細編みの頭全部拾ってます。これで、一つずつ編んでいって、ぐるっと一周。マーカー、ここつけるんですけど、マーカーの手前まで同じように細編み編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで一つずつ細編み編んできて、一周90目になりました。では、大きく出して、表を見て引き抜くので、ここでちょっとすっきり見せていこうと思います。最初の細編みの頭に裏から刺して、輪をかけて、で、引き抜き。で、立ち上がり一つの時に、この糸もこの後使っていくので、ここで挟んで、立ち上がり一つして止めておこうと思います。で、この一番最後の細編みの頭、ベージュだけで編んでいきます。一つに対して一つ編んで、こうやって往復編みで全部で3段編んでいこうと思います。で、3段編んだところでまたお伝えしていきます。はい。こんな感じで往復編みで表裏表で、ずっと編んできて、一番最後のところも細編みを入れて、で、最後のところで、次、この色を入れていきたいんですね。なので、一本だけベージュを取って、使う糸を左手に取って、ここで引き抜きます。で、一本また休ませておいて、またこの3段のセットを編むので、こうやって立ち上げていきます。で、最初の細編みの頭に、輪を大きく出して、後ろから針を刺して引き抜き。で、また立ち上がり一つのところで、ここで巻き込んで編んでいこうと思います。立ち上がりを一つして、表に返してずっと編んでいきます。で、根元から、この一番最初の細編みの次の次の次、この3個の一番最後の下のところ、ここから針を入れて、糸を裏からかけてきて、で、引き出して、で、ここで細編みで始めていきます。で、これが一つ目ということで、マーカーをつけて、マーカーをつけたら、次は、次の細編みの頭に針を入れて、ちっちゃい細編み。で、次は、ここの下。この、一つ飛ばしたらいいので、ここ入っているので、一つ飛ばして、次のところ。ちょっと遠いんですけど、ここで糸を持ってきて、こういう風に大きく、ここを巻き込むように編んでいきます。大きい細編みしたら、ちっちゃい細編みを次編んで、
でまたこの下を見ると一つ飛ばして次ここをこういうふうに針を刺して糸をかけてきてこの部分を引き出してで細編みこの繰り返しをずっと一周編んでいきます。細編みちっちゃい細編みしたらここの今入っているので入ってないところを一つ飛ばして次の根元ここに針を入れて引き出してで大きい細編みこの繰り返しをずっとマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周大きい細編みちっちゃい細編み大きい細編みしてきて一番最後はちっちゃい細編みで終わります。ちっちゃい細編みでこのセット3本セットで編んでいくのでこの後もここで引き抜いてで輪を大きく出して表を見て引き抜くのでずっとこういう風につなげて編んでいこうと思います。輪をかけてで引き抜きで立ち上がり一つのところでこの休ませてた糸を挟んで立ち上がり一つしてで表に返してまた編んでいこうと思います。でこの同じ色でここで次はこの V ってなってるんですね。この長いところ2本かかってるこの足の左側ここをすくって次のこの V の右側ここを取って引き出してきて細編みこれが1つ目ということでマーカーをつけて進めていきます。マーカーつけてで次はこの頭この V の頭を取ってちっちゃい細編みで次はこの左側残っているので左側と次の V の右側2本取りなので3本取りなので3本しっかり取ってここで引き出してきて細編みで次はこの頭 V の中を取って細編みこの繰り返しをずっと一周編んでいこうと思います。で左が残っているので左を取って次の V のこの右側の足を取ってでここで糸をかけてきて細編みでここの頭にちっちゃい細編みこんな感じにずっとくるっと一周同じようにこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて今一番最後細編みちっちゃいのを編んだところでで最後のこの大きい V の左側は残っていると思うのでここを取って最初の V の右側も残っていると思うのでここを取ってで細編みで細編みしたら一番最後ここちょっと入れにくくなってるんですけどこの細編みの頭に細編みで終わります。でまた表を見てずっと引き抜いていくので輪を大きく出してで後ろから針を刺して輪をかけて引き抜きで引き抜きで立ち上がり一つのところで次は細編み3段往復編み段編んでいきたいのでここでページを取って2本にして立ち上がり一つ立ち上がり一つのところでここまた巻き込みたいですね。巻き込んで立ち上がり一つでページ2本に変えました。で表に返してまたこの3段往復編みで編んだと思うんでこの同じことをしていきます。根元から細編み一つで一つしたら細編みの頭にマーカーをつけて進めていきます。で一つずつこういう風に取っていって往復編みで3段ベージュで編んで。でこの黄色とキラキラとベージュこれでまた2段ここ編んだと思うんで2段編んでこのセットをずっと編んでいきます。でこの横幅に対して結構深さを編んでいってもいいと思うんですけどちょっと様子を見ながら何段にするか何セット編むかっていうのを決めてで何セット編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。好みのところまで編んでいきます。はい、こんな感じで側面編んできました。で、このセットが 1,2,3,4,5,6 セット編んできてます。で、一番最後は細編み往復編みで2段編んできて、今一番最後、ここで終わって引き抜きしたところです。で、立ち上がりを1つして、ここからも往復編みで編んでいきたいので、引き抜きではない。一番最後の細編みを頭を取って、ここからはこういう方に進んでいきます。ここは1つ目ということで、マーカーをつけて進めていきます。マーカーをつけて、で、ここで持ち手を編んでいこうと思っていて、で、いつもと同じ割り出し方で、1周が90目あったので、それを2分割にして45。で、45をさらに3分割にしたら、
15、15、15で割り切れるんですけど、ちょっと真ん中を広げたいなと思うので一つずつ真ん中に持ってきて14、17、14で進めていこうと思います。で、今ヒッチ編んでここで2、3っていう感じで細編みを14編んでいきます。はい、細編みを14編んできたらここでいつものように1、2、3っていう感じで鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、今回鎖編みを50目で決めていこうと思います。で、この中を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17開けるので18個目の細編みの頭に針を入れて、で、ここで細編みでつなぎます。これがまた一つっていう感じで数えてまた14細編み編んでいきます。はい、こんな感じでもう片方も同じように14編んできて、ここで半分でこのセットが入ってるか確認して、入っているのでもう片方も同じ14細編みをして、で、今回は17開けて50鎖編みで14最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして持ち手がつけてこれました。で、ここで一番最後の細編みをして、表を見て引き抜くので輪を大きく出して、最初の細編みの頭後ろから針を刺して輪をかけて、で、引き抜きで立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭裏から針を刺して、ここからもう複編みで編んでいきます。で、一つっていう感じでここの一つ目の細編みの頭にマーカーをつけて、持ち手のケアまで同じように細編みを一つずつ編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のケアまで編んできて、一番最後の一つ手前ここを細編みの途中で編んで、で、一番最後のところを飛ばして鎖編みの一つ目裏山を手前に置けて、いつもと同じように取っていきます。ここを押すと2本かかっているところで糸を持ってきて、3本一度に新たにかけた糸で引き抜き、これで2目1つにして引き締めて編んでいこうと思います。で、ここでマーカーつけて次の段も編んでいきたい場合は、ここのマーカーのところが一番端っていうことで、マーカーを飛ばして2目1つにして縮めていこうと思います。ここで何段か編んでいきます。で、鎖編みのところはずっとこの裏山を手前に置きて細編み、これでずっと編んでいきます。あと3点同じところがあって、またここまで戻ってきたら引き返してっていうか往復編みでずっと編んでいきます。で、この鎖編みの上何段編みましたっていう感じでお伝えしていきます。はい、こんな感じで鎖編みの上往復編みで2段編んできて、2段目も2目1つにしてここを狭めてきました。で、これで一番最後マーカーのところまで細編みを入れて、細編みを入れたら表、出来上がりを見て最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きしたら、これを一目としてマーカーをつけて一周また引き抜き編みをしていこうと思います。針を入れて引き抜き、針を入れて引き抜きで、こういうところを狭めてきたんですけど、一つずつ引き抜きをしてぐるっと一周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきて、一番最後はせずにここで糸カットしてスッと抜いて、私はこの中も引き抜き編みをしていきたいので、また2本取りで編んでいきたいので束ねておいておきます。で、ここのカットしたところ、いつもと同じように最初の引き抜き編みを下から上に取って、で、針に糸を通して糸始末していきます。針に糸を通して、で、周りと同じぐらいの目が残るようにこう引っ張って、で、この中側をフラにしているので裏に返し返して糸始末していきます。こんな感じで何回かしたので、ここでギリギリで糸をカットします。で、こういう風に表出来上がりを見てちょっと上がったところから、まあどの辺からでもいいんですけど、で、針を入れて、で、ここで糸を裏に当てて、で、糸を持ってきます。で、この次にまた針を入れて、で、一回だけ今の糸を巻き込んで、引き抜き。で、これが一つ目っていうことでマーカーをつけていきます。で、次の目に針を入れて、次は巻き込まずに置いて、引き抜きをして、ここで止めて、いつもと同じように後で糸始末していきます。
で一つに対して一つ引き抜き編みをしていきます。それで一つずつしたらここも引き抜きをして、でこの目が入っているところも針を入れて引き抜き、であとは一つずつ引き抜きをして、ここも同じところを取ってぐるっと一周マーカーの手前まで引き抜き編みを一つずつ入れていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきて、一番最後の目も針を入れて引き抜き、でここで糸をカットして、でスッと抜いて反対側も同じようにしていきたいので束ねておいておきます。でさっきと同じように最初の引き抜きの目を下から上に取って、針に糸を通して、でさっきと同じようにこうやって引き抜いたら周りと同じぐらいの目を残して糸始末していきます。裏に持っていって、でこの分散させて、こちら側の糸は下に、こちら側は上にっていう感じで分散させて糸始末していきます。で反対側も同じように表出来上がりを見てぐるっと一周引き抜き、で糸が残っているところも全部糸始末して完成させていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じように引き抜き編みをしてきて、こちら裏なんですけど裏に糸始末して、まあ、いつもと同じように編み地が崩れないようにして糸始末してきました。いいですよね、こちらも底もちょっと見た目が違ってて面白いですよね。でちょっとねサイズを測っていきます。なので裏としても使えるかなと思います。はい、こんな感じで表に返してきたのでサイズを測っていきます。この深さから測っていきます。大体にはなるんですけど18センチぐらいになってます。まあ、まちは測っていると思うので、それで横幅ペタンとした状態で測ります。34センチぐらいで持ち手、この中をいつものように測っていきます。まあ、バッグはねちょっと大きめに作ったので肩からかけれるぐらいの長さにしておきました。これでだいたい36センチで持ち手の幅を測ると 2.5 センチぐらいになってます。でこのリサイクルコットン、このベージュが6玉ぐらい使って、まあだいたいにはなるんですけどね、こちらの黄色っぽい色が2玉ぐらい必要かなと思います。レース糸これぐらいの大きさだと、こんな感じで色の組み合わせもすごく良かったかなと思います。まあ、前回はねくっきりはっきり2色で編んで全然違う色で組み合わせたんですけど、見え方もねだいぶ変わってて面白いなと思いました。こんな感じでいろんな好みの糸で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。